風流二式伊勢物語第九段、東下まりのうち、隅田川の営、絵師は、勝川俊章。伊勢物語を題材とした本作の、この場面と和歌については注釈で解説する。東下まり、東下とは、近世以前の日本社会における地方と移動に関する、用語の一つで、都から東の方、地方へ行くこと、または、営の都から坂東へ行くことを言う。 東かとも言う。また、高いところから低いところへ降りて行くことを下校というが、そこから転じて、都から地方へ行くことをも、そのように言うため、あずま下りも含意している。下るという語は、一つには、物事の上下に関する古来日本語の概念である、神と、下に則っ,った用語で、大王、高孫の居所である皇居の所在地が都であり、都がある土地を、上、都から離れた土地を、 下と捉える概念の下で、下へ移動することを指す。また、ここでの、行くは、行って戻ってくる、旅行の、往路を指す場合もあれば、二度と戻らないことが分かっている、移動の場合もある。武士が実権を握る中世になる、幕府が置かれたことから鎌倉が重要となり、つまりは、鎌倉時代にはもっぱら、鎌倉へ行くことを、あずまくだりと呼ぶようになった。室町時代になると、 幕府の所在地も京都に、センタが安土桃山時代を経て、江戸時代になると、東国にある江戸が幕府所在地となり、この時代には、江戸が東下りの主な対象地域になった。その後、江戸から明治へと時代が移り変わると、江戸は東京となを改め、天皇の在所が京都御所から東京の宮城へ、センタ。古代より長らく変わることの、 なかった、皇居は常に近畿に所在し、それゆえに、機内、機内国は、情報で、東国は下る地域という決まりごとは、この歴史的事実をもって前提から崩れ、それ以降、東下りは、歴史的用語に変わった。京都から東海道を通って東国へ行くことを、街道下りといい、東下りと結果的同義の部分がある。また、そこに題材を見出し、 東海道を境から東国へ向かって下る情景を描写する文芸や芸能が中世以降に生まれ、これらも総じて街道下りと呼ぶ。京都に近い地方を情報といい文化的豊かさの点で総合的に明らかな先進地域であった京都や大阪を抱える上方から江戸へ下ってくる高品質な産物と低品質なものが多い地元。 東国の産物を比較した東国の人々は当然に前者を高く評価した。それにより単に下ってくるものを意味していたはずの織物という言葉は品質や価値の高いもの、良いものを形容する言葉になった。神と死もこの概念の影響下での文化と生産と流通経済が生み出した流れである。下らないという形容詞は上記の織物から派生した。 江戸時代前期の江戸周辺の人々にしてみれば、上方から東国へ下ってくるものが織物で、それが高品質なものなら、地元で算して下ってこないものは下らないものであり、それは価値の低いもの、つまらないものの代名詞であった。このような自虐的発想から形容詞、下らないも使われ始め、それは価値のない、無意義がつまらない、 問題にならないなどといったネガティブな語として通用語化していった。その後、江戸、東京の文化の発展と時代の流れに伴って織物という語は過去のものになってゆき、今や完全に背後であるが完全に定着したくだらないの方は現代でも引用される語となっている。ありがとうございます。